アイダメーパークはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家である。1879年12月28日、アメリカ合衆国のカリフォルニア州ロサンゼルス市に生まれる。記録に残る最初の脚本作品はユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニー傘下に統合された後のネスターフィルムカンパニーが制作したウォレスリード監督、主演作品のエイジプシーロマンスである。 同作アパークが、三34歳の時の同年4月8日に、ユニバーサルの配給で公開された。同年、同じくユニバーサル参加のレックスモーションピクチャー、カンパニーが制作したポーリン・ブッシュ主演作品ハーバウンティーの脚本を書いて、初めて、ジョセフ・ド・グラス監督と組む。以降、同監督に脚本を多く提供する。九百十六年、同年設立された、 ユニバーサル参加の制作会社、ブルーバード映画で、ドグラスが監督した、ルイズラブリー主演ザ・グリップ・オブ・ジェラシーの脚本を書いて、以降、同社の作品の脚本を手掛け、日本にも多く公開された。1917年には、ロン・チェーニー主演のブルーバード映画ザ・フラッシュライトで、監督デビューを果たす。同社で監督として、1918年のチェーニー主演の 罪の放否までを手掛けた。1920年、ジョセフ・ド・グラスと結婚する。同年、ユニバーサルを離れ、映画プロデューサーのアンドリュー・ジェイ・キャラハンによる、アンドリュー・ジェイ・キャラハンプロダクションで、ベッシー・ラブ主演のザ・ミドランダースの脚本を書き、夫のジョセフ・ド・グラスと共に共同監督する。同年、ルイ・ジェイ・ガスニエのルイ・ジェイ・ガスニエプロダクションズで、ルーコディ主演の 古長の男の脚本を書き、ガスニエと共に共同監督する。同年、アンドリュー・ジェイ・キャラハン・プロダクションズが制作した、ベッシー・ラブ支援の、ゲイは下手でも夫と共に共同監督したのが、最後の監督作となった。脚本家としては、1926年、夫が、自らの制作会社、ジョセフ・ドグラス・プロダクションズで制作、監督した、ザ・ヒドン・ウェイにオリジナルシナリオを、 提供、1930年、ウィリス・ケントが、ウィリス・ケント・プロダクションズで制作、ウィリアム・ A、ウェイ・オコナーが監督した、プラス・イングス・オブ・ハリウッドにオリジナルシナリオを提供したのが、最後の脚本作となった。同作は最初で最後のトーキーであり、監督作はすべてサイレント映画であった。1940年5月25日、夫・ジョセフと死別した。 1954年6月13日、カリフォルニア州ロサンゼルス軍で死去した。万74歳没。特筆以外はすべて脚本である。日本語題の付されていないものは日本未公開作品である。ありがとうございます。